わさ、はい、結論富裕層になるにはどうすればいいんですかね。まず必ず達成してほしいのは、はい、貯金1000万円。1000万これをまず貯めてほしい。大台ですね。そう、はい、これやっぱり多くの人にとって目指してる一つの金額、大台だと思うんだけど、これを達成してもらうとね、まあその先のいろいろ展開が見えてくるかなと思うんですよ、はい。今回はまずじゃあ1000万円貯めるのにどんなパターンがあるかっていうのをちょっといろいろ考えてみたいなと、うん、そうですね。日本の平均貯金額で言ったらまあ行ってない人、うん、50代以上ぐらいですかね。そう、あのね、ネットで調べてみると、うん、まあ、平均とあの中央値とどっちもあると思うんですけどね、うん、50代でやっと1000万円かいかないか、うんうんうん、まあ、中央値で言ったら50代でも1000万円いってないようなあの統計も出てるぐらい、はい、結構達成してない人も多いと思うんですよ、うん、そうだからあの簡単じゃないと思ってる方多いと思うんだけど、やり方次第ではね難しくないんですよ、ちょっと1000万っていうのは。そのやり方とかロードマップがどういうパターンがあるかっていくつか考えてみようかなと思うのと、うんうん、あとねもう一個大事な話があるから、うん、そして1000万の貯金のその先の話もしていきたいなと思います。はい、はい、この令和の富裕層研究所ではですね、さまざまなお金に関する知識をお届けしておりますので、ぜひ、これから富裕層を目指しているあなたはですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということですね、じゃあ、 1000万いく貯金できてる人ってどんなパターンがあるかなっていうのをね、ちょっと考えてみようと思うんですよ。まあすごいシンプルに言うと、ダブルインカム、要は夫婦で合算で稼いでる人、この人たちはねすごく早いと思う。考えると、例えば節約もしながら手取りに、例えば30万円の旦那さんと、奥さんが手取り25万としましょうかね、55万手取りがあったとしますよね。そしたらどうかな、月頑張れば15万が貯金できる。そうですね、まあ、家賃がまあ都内で10万だったとして、うん、で生活費10万だったとして、まあ、20万ぐらいですか、固定でかかるのが。そう、そうね、うん、だからね55万あれば頑張れば20万、うん、まあ、少なくとも15万ぐらいは貯金できると思うんですよ、うん、このダブルインカムの時代を、ね、大事にしてもらったら、うん、まあ、15万としましょうかね、うん、そうすると12ヶ月で180万だから、まあ、6年かかんないよね、うん、5年から6年で1000万ですよ、うんうん、ね、これ結構もうあっという間にいけそうかなって、まあ、そうですね、30万25万だったら、まあ、20代後半の方とかでも全然いますよね。そうそうそう、うん、全然いるから、でこれはもうあの夫婦でよし目指すぞと決めたら、うん、ね、ちょっとこう貯金15万から20万毎月目指してもらえば、まあ、5、6年でいくんじゃないかと、うん、まあ、シンプルな、ね、そうですね、30代前半の方とかでも達成できそうですよね。そうそうそう、ちなみにさ、聞いていいか分かんないけど、ゲンさん大体どれぐらい今あの貯金が、むしろ1000万いってるってやつはどうなんですか。 YouTube で言うんですかこれを。夫婦2人だったらもうすぐ1000ぐらいですね。だすごいじゃないですか、うん、じゃあかなりいいペースで、まさにね今の話にも通ずるけど、え、でもなんでそんなに貯金できたんですか。そうっすね、まあもうすぐ40歳なんですけど、40歳なんですけど、4年ぐらい前からやっぱ副業を始めて、その副業分をまあ、あんま手つけてないというか、本業の年収だけで過ごすという一応覚悟のもと4年間過ごしてきたのでって感じですね。あと、ただ今言ってたのは、本業の収入の中で生活すべてをやりくりできてて、うん、で副業頑張ってるから、はい、副業で、稼いでるお金をもう全部貯金できるみたいな、うん、そうですね、こんな感じかな。だからクレジットカードの請求額がもう絶対に本業の手取りを超えないようにするとか、まあ、家賃とかありますけどね。分かりやすいね、うん、そうですね、だから家賃払ったりクレカの引き落としが、うん、はい、もう本業の収入の中で収まってやれるようになるべく、なるべくね、うんうん、であとはもう本業頑張って、そうですね、だからもうあれなんだ、月10万とか20万ぐらいは調子いい時稼げちゃうぐらいになってきた、そのぐらい貯金できてたイメージですね。すごい、あ、だからそれでもう間もなく1000万いきますみたいな。そうですね、まあ奥さんの力ももちろん、なるほどね、頼りつつダブルインカムですね、奥様の収入もあってみたいな。そうですね、まあ、奥さんも一人暮らししてて、うん、同棲し始めるとその家賃の負担が減るじゃないですか、うん、奥さんもやっぱりこう貯金のスピードが早まった、うん、なるほどなるほど、ありましたね、やっぱり夫婦の力と、あと副業だね、うん、これをちゃんとコツコツやってることで、あの1000万円を、まあ、30代から40代で1000万持ってる人って、うん、あの統計上少ないからね、うん、意味では姉さんすごいペース早いんじゃないかな、頑張ったかなと思います。
これは素晴らしい。ちょっとその後でまた1000万のその先の話するけど、はい、一旦今は素晴らしいという感じで、はい、あとはね、あのマイホーム買うのも場合によっては1000万作るのにすごく早いかもしれない、うん、でこれ他の動画でも取り上げたことあるんですけど、あのエリアによってね、家買った方がいい人と買わない方がいい人いるんですけど、うんうん、例えば一都三県のすごく人気のエリアにマイホームを買える方で、まあ、おすすめはねファミリー区分マンションといって、まあ、土地付きの一戸建てよりも区分マンションで 3LDK70K とかね、こういう家を買う方が資産価値が下がりにくいと思うんですけども、一都法の10分以内のすごく一都三県の人気のエリアね、ここでマイホームを住宅ローンで買った時にこれがじゃあ何で1000万作れるんですかっていう風になると思うんですけど、そうですね、これちょっとね考えてほしいのが、まあ、今家賃10万で賃貸してた人がいますと。で、この人が30歳で家買いました、うん、で、今言ったようなエリアに買いましたと。で、これいい物件を買うと、築20年ぐらいで買った物件が築30年になっても価値が変わりませんっていうマンションっていっぱいあるんですよ、うん、まあ、というか今までのこと言うと上がってるんでね、もう築20年から築30年になった間に値段が上がってるっていうエリアが1都3県以上がたくさんあるんですけど、そういう物件を買えたとしますよね。で、まあ上がったらいいんだけど、まあ、上がらないとしてね、同じ値段がキープできるような物件もし買えたとしますよね。じゃあ30歳で買った彼が、40歳まで例えば4000万で買ったファミリークルールマンションが4000万だったとしたらですよ、これすごいことで、例えばその10万で賃貸で住んでた人がですよね、ずっと10年間賃貸してたらどうかって言ったら、これ月10万円の家賃の12ヶ月で120万の家賃が1年でかかるんですよ。120万が家賃1年分の10年ってことは1200万円、家賃で1200万円貯金が減るんですよ。ですよね。じゃあ同じ方がね、住宅ローンで10万円の返済の、マイホームに10年住んで、で10年後にうまくいい物件買えて値段が同じ値段で売れたらどうですかね。これ10年間10万円借金返しているものが全部返ってきますよね、うん、金利とか諸経費とか細かいことはちょっと除くとね、うん、ってことは、1200万円返ってくる。1200万円全額じゃなくてもね、まあ、200万ぐらいちょっとその金利とかその他あったとしても1000万円が返ってくるということは、40歳で家売ったら1000万お金増えた、現金貯金が増えたっていうことなんですよ。なるほどなるほど、うん、これ僕はこのパターンで10年もかかんなかったです。1回家買って2年後に売ったらもう1500万増えたみたいな、こういうようなマイホームの買い方も過去にしたことあるぐらい、いい場所に物件買ってる人っていうのはその貯金1000万をマイホーム購入、マイホーム売却で作るっていうこともあるんですよね。これ結構知らないっていうか気づいてない方多いと思うんだけど、そういう作り方もあるんだなっていうのは、ね、ぜひ知っといてほしいなと。これはいいですね。なんか、ローン組むとその毎月の支払いが多分賃貸で10万住んでって4000万の物件買うと、うん、修繕積み立てとかで多分11、2万とかになるちょっと上がるじゃないですか。だからちょっと抑えないとなって気持ちになると思うんですよね。余計たまりそうだなっていう。そうなんです。まさに修繕積み立て金、管理費とか上乗せでかかるので、うん、わちょっと賃貸の時よりも負担が大きいなみたいなことで、ちょっとコストを抑える意識がね、うん、強まっていくからお金が貯まりやすいっていうのもあるし、何度も言うけどローンの返済の元本分が全部貯金みたいなもんなんで、10年後の同じ金額で見たらその満額返ってくると思えばそれだけ1000万になるということはしといてほしいなと。なのでこんな感じでダブルインカムとか、あと副業を頑張るとか、でマイホームをうまく資産運用で使うみたいなことをやると、5年から10年ぐらいで1000万円っていうのはどなたにでも見えてくる可能性があるんじゃないかと。早く動いた方がいいですね、じゃあ。そうそうそう、だからね、それが早く動いた方がいいし、時間が味方になるみたいなことはありますよ。だから早く動いた方がいいし、まあ、パートナーがいるんだれば、早い段階でパートナーとその貯金1000万計画をね、こう目線合わせて一緒に貯金を始めるっていうのが、ね、できたらいいかなと思うんですよ。で、この富裕層になるために貯金1000万円を目指そうっていう話だったんですよね、はい、この人が。なんだけど、まあ、自分がその1000万とかね貯金できた時のことを振り返った時に、じゃあどうだったかと、1000万円貯金できて何が変わりましたかってよく聞かれるんですけど、実は序章だったなっていう、プロローグだったと。貯金1000万円ってすごく大きな額なんで大変なことなんですけど、そこまでいくと通過点だなみたいな、
あれ全然まだお金足んないなみたいに実はなってくるっていうのが、あの改めてちょっと皆さんにお伝えしたいことでもあるというところなんですよ。でこれはまあいい意味でも悪い意味でもお金が足りないなっていうのは、リンさんもちょっとその感覚あるかもしれないんだけど、1000万ぐらいお金ができてくると、ちょっと投資してみようかなとか、うん、ちょっといいスーツ買ってみようかなみたいに、そのお金の器がこうちょっとでかくなってくる感覚ないですか、リンさん。ドキドキドキです。それは今直面しているのが、もうまさにいろいろ普段から教えてもらってるから、そのさっき言ったそのマイホームを検討して、ね、してるんですよね。た、はいはい、時に、うん、お金が全然足りないんです。気づいた。気づいちゃいました。一気に何百万なくなると全然足りないし、そのマイホームに全力投資するのも怖いから、うん、はいはいはい、分散したいってなっても、うん、分散する余裕がない。そうなんってなっちゃうんで、そうなんです、全然足りないなっていう、うん、これはでも源さんが例えば5年前にまだ今ほどね、うん、ない時にその感覚あったかって言ったら、いやないっすよね。もう家買うなんて、うん、とても、いやとにかく賃貸で安いところを探して、ね、そういうマインドでしょですね、うんうん、だからレベルが上がってきてるからこそ、逆にあれ1000万円意外とまだまだ潤沢じゃないのみたいな、うん、風に見えてくるっていうね、現実もちょっと皆さんにお伝えしておきたいなと思っていると、うん、なんで例えばね、100万円でちょっと投資したいなとか、うん、ね、株式投資したいなとか、なんかマイホームの頭金ちょっと100万使わなきゃなとか、まあ、子供が例えばできてね、例えば私立の、学校に通うよとか塾に通うよとかって、あれすげえお金あったんだみたいな、実は1000万円っていうのがスタートになる入り口なんだっていうことなんですよ。でこれは別にネガティブなことじゃなくて、レベルが上がってるからそういう感覚になっていて、あ、全然まだまだお金足りないなっていうレベルになったから知っておいてほしいのは、そこから選択肢が広がっていくんですよ。1000万円貯金貯まったぐらいからやれることが増えてくるんですよ。だからもうその学びに投資しようとかね、資産運用を始めようとか、何かこう新しいことを始める時のお金の予算はやっぱりとはいえ作りやすいから、選択肢が、ね、かなりこう増やせるっていうことがすごくその可能性として、待ってるっていうことはね、これから貯蓄1000万を目指す人には知っといてほしいなと思っていて、成功曲線ってあるじゃないですか。ちょっとこう最初低空飛行だけどこう、ね、上がってくるでしょ。で1000万円の貯金って この辺なんでね、これから行きますっていうここに来てるから、ここから2000万5000万っていうのは加速度がつくケースが多いんですよ、そう。だそれもねすごくワクワクで、ずっとねこういうペースじゃないんですよね。資金とかしてない方ってこうなっていくんですよ、まあ複利っていうのもねあって、あと自分がちゃんと当然勉強したり投資するとか資産運用するっていうことは外せないんですけど、あと自分でビジネスやるとかね、こういうことは外せないんですけど、そういったものに対しての、1000万っていうかの運用とか使い方が、できれば加速度が一気に上がってくると。でここで失敗する人はじゃあどんな人かっていうと、お金の使い方って浪費、消費、投資ってあるんですけど、この浪費が多いままだと1000万あってもその後のこの成功曲線に乗れないんですよ。6対3対1で浪費が6、消費が3、投資が1みたいな、一般的な人はこんな感じで、それかまあ浪費が8、消費が2、投資0みたいなクイズが世の中多くて、1000万貯金貯まっても今みたいな状態だとお金は増えないし減ってっちゃうから、逆にしてもらうっていうマインドですよね。つまり、浪費1、消費が2で投資が7みたいな、1対2対7みたいな、これぐらいその投資にお金を、その1000万のお金を使うっていうマインドセットがとっても重要になっていくのかなと思いますね。この投資っていうのも種類はいろいろあるんですけど、まあ、分かりやすく資産運用、まあ、不動産に投資するとか、まあ、株式に投資するってありますよね、まあ、これはあるんだけど、もう一個は学びに投資するっていうですね、自分のその学びに投資して知識とかスキルとかをつけて、より大きなビジネスとか投資を成功させるためにね、そこにお金を使うとかっていう、このいわゆる資産運用的な投資のお金の使い方と、この自分に対する投資ですね、まあ、これは学びとか時間に対する投資っていうんですかね、この辺を7か8作っていくので、浪費は1か0、
消費は2か3ぐらいで、このバランスを作っていくことで、あの1000万個の先の大きなこと、なんか成長っていう、そのロードマップがね、描けるんじゃないかなと思うので、ぜひこのあたりをイメージしながらね、まずは貯金1000万目指してもらうと、まあ、富裕層へ近づいていけるんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてもらいたい。こんな感じですかね。はい。はい、ということで、デーマの富裕層研究所では、様々なお金に関する知識をお届けしております。ぜひですね、チャンネル登録、いいね、そしてコメントの方をいただけると嬉しいなと思っております。そしてですね、概要欄に私の公式 LINE がございますけれども、今ですね、お金に関する様々なノウハウとか、手段ですね、そしてあのお金を失わないための、ね、落とし穴に落ちないようにということで、そういったところをあのレポートにまとめておりまして、これをですね完成次第 LINE でプレゼントさせていただきますので、ぜひ、ね、LINE の方にも繋がっておいていただければと思っております。ということで、本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。